はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条もたんです。培養皮膚というのを皆さんご存知でしょうか。熱傷の時に、皮膚を失ってしまった人に皮膚を、コピーを作るみたいな、そういうようなもので、熱傷の皮膚を治療していくものなんですけども、そういうような研究をやってました。副産物としてですね、培養皮膚の技術を用いてエイジングしたスキンの再構築もできるということで、今では本業がその美容目的のアンチエイジングの皮膚の再構築ということになっていますけれども、そんな中で、よく美容の話を聞くんですが、私のバックグラウンドは培養皮膚の研究者であって美容のバックグラウンドではないので、その辺も加味した上で私の動画のご視聴をよろしくお願いいたします。今日のタイトルはですね、タイトルだけは知ってるんですけれども、全く内容は知らされていないということで、忖度なくぶっつけ本番でやっていこうと思います。今日はですね、プレジデント社から出てるプレジデントオンラインっていう、中の記事でですね、やってはいけない美容の習慣っていうのがですね、5つほど、とあるお医者さんが解説されているので、それに対して。なるほど、プレジデント社が、特集を組んでるわけね。はい。わかりました。とあるお医者さんですね。はい。はい、それを北条さんにですね、よしわるし、はい、また解説をいただけたらなというふうに思っております。了解しました。じゃあまず1個目いきたいと思います。はい。表情筋ストレッチ、表情筋のストレッチ、小顔マッサージは NG。それは NG でしょうね。はい。それは医者が表情筋のストレッチやったらいいとか、小顔マッサージやったらいいって言ったら、それ医師免許ないと思うけどね。秋葉原で買ってきたかもしれないけど。表情筋のストレッチは絶対にやめましょう。それはそうです。はい。なぜなら表情筋が鍛えられるものではないからです。うん。間違えた方法でやると、かえってシワが増え、たるみの原因になります。うん。表情筋を動かすことによってできるシワがあるなら、動かさなければいいという発想のもとで出てきた治療法がボトックスです。表情筋のストレッチはこの治療の前学をいきます。全くその通りですね。また摩擦を行うようなマッサージ先輩やめた方がいいでしょう。うん、やめた方がいいね。はい。特に目の周りはただでさえ皮膚が薄いのです。人間の皮膚の中で一番薄い皮膚は上下まぶたの皮膚です。上下眼瞼の皮膚です。あ、上下眼瞼、はい、はい。だからゴシゴシとすると真皮の部分のコラーゲンが断裂したりと、いいことは何もありませんので、摩擦を伴う強いマッサージは避けましょう。特に目の周りは神経を控えて保湿を心がける一択です。その通りです。全くその通りです。皆さん眼瞼下垂というようなことは聞いたことがあると思うんですけども、まぶたってこういうふうに開くのではなくて、口のようにこういうふうに両開きで開くのではなくて、上眼瞼だけが上に持ち上がって目って開くんですね。でその時に上眼瞼挙筋っていう、上まぶたを持ち上げる、エレベートする筋肉があるんですけども、それも断裂する、眼瞼下垂になる、つまりまぶたが開かなくなる原因っていうのはこのマッサージが原因だと言われてるんですね。で、何のマッサージかというと、圧倒的にハードコンタクトをやってる人の眼瞼下垂率が高いんですよ。知らず知らずにその上眼瞼をマッサージというか刺激を与えてることによって筋が断裂してしまったというのがもうほぼ定説ですね。だからコンタクトをしている人って眼瞼下垂になりやすいので注意しましょうです。上眼瞼、下眼瞼のマッサージはもうコンタクトでさえダメなぐらいだから、ゴシゴシとやるマッサージなんて論外ですね。押さえたり押したりとか、いわゆる小顔マッサージみたいなものもありますか？それは解剖学を習ってみからすると根拠のない理論だと言えます。小顔マッサージってそんなあるわけがない、骨が縮むなんてことはあるわけがないので全然ダメダメですね。はい、でももうアグリーですね。そうですね、もう100点満点ですね。はい、はい、次行きたいと思います。黒ずみを取ろうとする、はい、毛穴パックなどで黒ずみを取ろうとすることは逆に毛穴が広がってしまう恐れがあります。スキンケアの一番の基本は物理的な刺激を与えない、角質を剥ぎ取ってしまわないことです。毛穴パックはこれらと完全に逆行してしまいますのでよくありません。顔面スクラブ、これもダメです。基本的なスタンスとしては皮膚の角質を剥ぎ取るような機械的な刺激を与えない。スクラブはつぶつぶで物理的に剥がし取って取るものだからよくあります。全くその通りです。毛穴は刺激しないが原則ですから、高温の出るホットスチーマーも避けてください。そうですね、黒ずみを取ろうとするためにホットスチーマーとか、その毛穴にある油を溶かすためにホットスチーマーを当てて何か刺激をするっていうのはダメですね。はい、じゃあ3つ目いきたいと思います。はい、シミを消そうとビタミン C 配合化粧水を使用する。断言しますと、シミ取りクリームのカテゴリーが化粧品であれば薬理効果がないので効きません。その通りです。はい、ただし反対に
医薬部外品であれば効けます。どういうことかと言いますと、シミを薄くするということは何らかの化学物質を皮膚に塗って皮膚という生態がその化学物質に反応を起こすということです。まあ、医薬部外品であれば効く可能性があると言った方がいいかもしれないね。でも医薬部外品でも基本的には化粧品のカテゴリーとほぼ同一というふうに考えた方がいいですけれども、ただ薬理作用がある物質を入れてもいいですよ、入れたものを医薬部外品というふうに書けますよということで、理論的に言うと効く可能性があるという方がいいかもしれないですね。生体が反応してしまうというのは当然いい反応もすれば悪い反応もします。悪い反応によって皮膚が白くなってしまったり破れてしまったり、生体に悪い反応を起こすようなものが広く流通してしまったら危険ですよね。それはそうですね、はい、いろんな薬理反応が示すものが広く流通したら危険です。その通りです。ですので基本的に生体に反応する物質は薬機法という法律で薬として厳しく取り締まられています。反対に生体に変化をもたらさない物質は薬ではなく化粧品として管理しています。これは大原則です。その通りです。全くその通りです。はい、はい、なんとなく分かってきましたけれども、なんとなく分かってきました。なんか思い当たる節がありますね。なんとなく分かってきました。2番目ぐらいから、1番目から全然分かんなかったですけど、はい、見ていきましょう。4番目、はい、ですね、朝洗顔で洗顔料を使って洗う、朝洗顔時に 洗顔料を使ってはダメです。それは肌のバリア機能を壊す恐れがあるからです。はい、そもそも朝洗顔をしていいのかという意見も多くいただきます。はい、これはどちらかというとした方がいいと思います。はい、これは夜につけたスキンケア商品を洗い流さないといけないとか、残ってしまった化粧品を洗い流さなければいけないという話ではありません。その通りですね。はい、はい、どちらかというと清潔感の問題からです。見合いがついたり、くすぐったりを垂らしてしまったり、はい、顔にほこりがついていたりするので、そのための方法として、朝に洗顔した方が肌も、問題を起こしにくいのではないと思います。スキンケア商品を洗い流さないで不安かもしれませんが、もし化粧が残っていても洗顔料を使わない方がいいと思います。うん、スキンケア商品を夜の8時につけるとして、朝の6時に起きるとして、10時間の間に悪さが起こすような強い化学物質なんて化粧品に含まれてないですもん。洗顔のやり方については、油っぽい肌であればぬるま湯で、うん、乾燥肌であれば水でパシャパシャと軽く行います。朝洗ね、朝洗顔のことね。はい、はい、ゴシゴシとせず水だけで優しく行いましょう。タオルを拭くときも優しくおつけ入れる。そうですね、はい、はいはい、で最後ですね、肌トラブルを起こす方は、界面活性剤を使いすぎているところがあるのではと感じています。そうですね、主婦自身なんてまさしく洗剤を、界面活性剤を使いすぎて起こることによって出る病態なので、こいつもやっぱり界面活性剤を使いすぎてるとやっぱり皮膚疾患が出ますよね。お風呂での赤さ、はい、もう確定ですね。誰だか分かりました。はい、はい、人間の体は入浴を前提に考えられていません。うん、100年ぐらいで入浴が根付いてきただけのことです。お風呂に入るということは体を石鹸で洗う、入浴などで外的なバリアを保護しているものを剥がし落とす恐れがあります。そしてより乾燥、かゆみがひどくなっていくのです。最良のボディケアは自分自身の角質層を使うことです。うん、入浴や石鹸で自分の角質層を落としてしまわないことが大事です。うん、大事ですね。はい、角質を上手に使う、角質を保護しておくっていうのが一番上手ですね。それがいわゆる真の角質ケアというやつですね。お風呂に入るときに気をつけることは不用意に体をこすらないことです。体を洗うときもタオルではなく手で行うことをお勧めします。もちろんお風呂での赤水などおすすめできません。汗をかいたり不快な状態あるでしょうから、お風呂に入り入浴した後は必ずボディケアすることが大事です。うん、私の場合は夏はキレルのディープモイスチャースプレー、うん、もうこれ決定打ですね。誰かね。はい、ディープモイスチャーいいですよ。はい、冬は乾燥がひどいのでウルパールを使うことがあります。はい、はい、人はいつしか入浴が習慣になったらその分トラブルも起こすな、当然なので、はい、そういう本質を理解した上で自分のボディケアを見つければいいと思いますということでございました。これね、はい、最初の1問目は誰だか分かんなかったんだけど、はい、なんかむちゃむちゃ真っ当な医者じゃんって思ったら2番目から分かったね、誰かね。2番目から分かります。どこら辺で気づきました？ね、顔もスクラブこれもダメですあたりかな。はい、あれこれ俺じゃんと思って本当に基本的なスタンスで間違ったことは言ってないです。これに反論するドクターは一人もいないと思う。そうです、思うじゃなくて一人もいません。いるんだったら来てくださいってことですね。
はい、というわけでですね、まあ、以上5つ、はい、まあ、とあるドクターは私でした。はい、はい、さようでございます。大正解でございます。 これでダメ出ししたらもう最悪でしたね、皆さんいかがでしたでしょうか。そもそもこの企画を種明かしがしてたら成り立たない企画だということを今初めて知りました。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ私の言うことは決して正しいとは言わないんですけれども、あくまでも今の現代の皮膚科形成外科のそのサイエンスと医学というサイエンスの土台に基づいた知見ですので、そういうような意味合いで取っていただけるといいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。